美咲ちゃんはなぜ忽然と消えたのか。失踪事件から4年半が経過しました。事件の真相は、今回は山梨道志村キャンプ場女児失踪事件について霊視考察をしていきたいと思います。皆さんこんにちは、うさめです。ご視聴ありがとうございます。またコメントやチャンネル登録、グッドボタンありがとうございます。こちらは個人的な霊視を共有するチャンネルです。よろしければチャンネル登録、グッドボタンをお願いします。また、この霊視を信じるかは、皆さんに委ねます。事件概要。2019年9月21日、山梨県道志村椿荘オートキャンプ場に、小倉美咲ちゃんを含む7家族27人が遊びに来ていた。15時35分ごろ、子供たち9人がおやつを食べ終え、沢へ遊びに行った。15時40分ごろ、美咲ちゃんはおやつを食べ終わるのが遅くなったため、一人で沢へ行った。先に沢へ行った子供たちより5分遅れたことになる。16時ごろ、美咲ちゃんが沢へ行った10分後、大人が迎えに行ったが、美咲ちゃんがいないことが判明し、周辺を探したが見つからなかった。17時ごろ、警察に連絡。その後、警察と消防も加わり、捜索を開始したが見つからず、翌日以降からは、自衛隊やボランティアなども加わり、約1700人での大規模な捜索をするも以前、手がかりは見つからなかった。失踪から2年7ヶ月後の2022年4月23日、ボランティアで捜索していた40代の男性が、付近の山中で子供の後頭部と見られる人骨を発見した。これを機に、再び近辺の捜索を行った結果、肩甲骨など複数の人骨と美咲ちゃんが失踪当時身につけていたものと見られる。運動靴、靴下、黒の上着などが発見された。事件発生の2年8ヶ月後の2022年5月14日、人骨の DNA 鑑定により小倉美咲ちゃんの死亡が確認された。失踪後、付近の山中で美咲ちゃんの人骨などが見つかったため、事故の可能性も高くなったが、不可解な点も多く、未だ事件の可能性もあり未解決となっている。ここから美咲ちゃんが橋の方向へ向かった付近の様子を確認してみます。まず、美咲ちゃんは、この場所で、おやつを食べていました。他の子供たちは、先におやつを食べ終え、沢へ遊びに行くため、こちらの橋の方向へ行きました。5分ほど経って、おやつを食べ終えた美咲ちゃんは、一人で、他の子供たちが遊んでいる沢の方へ行くため、橋の方向へ、向かいました。橋へ向かう途中、左側のこの辺りに、青色の自動販売機が設置されています。また、その自動販売機の横には、砂利の広場があります。美咲ちゃんは、橋へ向かう途中の自動販売機の手前で、行方がわからなくなったようです。美咲ちゃんはどこへ行ってしまったのでしょうか。ここから美咲ちゃんの行方を霊視していきたいと思います。
まずはじめに、このような映像が入ってきました。え？これは何？ん？薄い青色の模様の、靴？ブルー系の色の靴紐。グレー色の靴です。みさきちゃんが強く映像を送っているようです。そして、このような映像が見えて、左側から足元が、ザク、ザク、と近づいてきて立ち止まりました。誰？この時、みさきちゃんは地面を見ていたのでしょうか？そして、男性の声が聞こえてきました。こんにちは。あっちに、よ、などと話しています。男性は優しそうな高めの声でした。何か砂利の広場の奥の方を指さしているような感覚が入ってきます。怖いです。男性が優しそうな顔だったのか、みさきちゃんは抵抗する感情がないようです。男性は何を指さしているの？次の映像が入ってきました。男性は砂利の広場の奥の方を指さしているようですが、何を指さしているのでしょう？砂利が眩しくて見えません。悔しい。しばらく霊視を続けます。ん？砂利の広場の右奥に、シルバーの何か。目を凝らして見てみると、右奥にシルバーの軽自動車が、はっきり見えてきました。みさきちゃんはどこ？みさきちゃんを霊視で追ってみました。男性が、みさきちゃんをそのシルバーの車の方へ連れて行ったような感覚があり、みさきちゃんにはやはり抵抗する様子がないようです。そして映像が見えました。二人の後ろ姿です。手をつないで車の方へ向かっています。男性は赤色の上着で、灰色のズボンを着ていました。赤。目立つ色です。そして髪はストレートではなく、ウェーブのある髪のようですが、遠くて後ろ姿でもあり、髪型ははっきりわかりませんでした。車に向かって行った後、何をしているのでしょうか？え、これは何でしょう？車の後部座席の映像が見えました。後部座席には何もありません。その後、みさきちゃんは後部座席に乗ったようです。この男性は犯人です。この後、みさきちゃんはどこへ連れ去られたのか。その車は砂利の広場からすぐに舗装された道を右に曲がりました。右です。ここから再度みさきちゃんの足取りも合わせてさらに霊視考察をしていきたいと思います。みさきちゃんはおやつを食べ終えて先に沢へ行った他の子供たちの元へ向かうため、橋の方向へ歩いています。そしてみさきちゃんは、自動販売機の前を通り過ぎました。みさきちゃんは、あたりを見回して、先に沢へ向かった子供たちがいないことに気づきました。
美咲ちゃんはこの時その場で立ち止まり、寂しさと不安でうつむいています。ちょうどその時、左側の砂利の広場から男性の足元がザクザクと近づいてきて、美咲ちゃんに声をかけています。美咲ちゃんの感情が入ってきました。すぐ近くだからちょっと行ってみよう。犯人は声をかけた後、美咲ちゃんの左手を取り、足早に車の方へ連れて行きました。やはり美咲ちゃんには抵抗する様子はなく、車の方へ足早に向かっています。なぜこのように抵抗する様子もなく犯人に連れて行かれたのか、疑問です。そしてさらに練習をしてみると、次の映像が入ってきました。犯人は先に沢へ向かった友達も見ていたようです。そしてその後に来た美咲ちゃんの様子も見ていたようです。犯人は服装や雰囲気からも怖そうな感じはないですね。この様子では美咲ちゃんも抵抗感がなかったのかもしれません。犯人の感情が入ってきました。誰も見ていないかな、嬉しい、周囲を気にしながら隠れるように車の助手席側の方へ誘導しています。美咲ちゃんは車のあたりを見ましたが、何もなく誰もいません。犯人は美咲ちゃんに、ここに座ってとせかして、美咲ちゃんを後部座席に座らせ、車を発進させました。何かかくれんぼのような感じも伝わってきます。犯人は美咲ちゃんに、かくれんぼをしているから隠れてと話していたのでしょうか。次の映像では美咲ちゃんを乗せた車が砂利の広場からすぐに舗装された道を右に曲がりました。おそらく自動販売機の前の道を右に曲がったのだと思います。え、誰にも見られずに逃げることができたのでしょうか。何度練習をしても慌てるようにすぐに右に曲がっています。大胆な行動に感じられました。おそらく犯人は一部始終を見ていたのかもしれません。先に沢へ向かった子供たちも見ていて、そして美咲ちゃんも見ていた。おやつを食べ終えた美咲ちゃんがどの場所から来たのかも知っていた。美咲ちゃんのお母さんがいる場所も知っていたのだと思います。お母さんも見ていたのでしょうか。犯人は美咲ちゃんに後部座席で隠れるように指示していたのでしょう。かくれんぼをしているように左側に向かった子供たちに気づかれないように右に曲がった。また犯人は不審な行動を避けるため、元来た道を通り何食わぬ様子で逃走したのかもしれません。犯人はやはりキャンプ場周辺の地理に詳しい人物のようです。本当に怖いですね。そして本当に悔しいです。そして私はこの犯人の姿がまるでキエロのように犯行に及んでいるように見えて、犯人の心の闇を感じました。これで霊視考察を終わります。この霊視を信じるかは皆さんに委ねます。
ここで今回の霊視内容から犯人像をまとめてみました。この霊視をしたとき、声が聞こえ若い雰囲気で、そして少し高めの声質だったため、年齢を25歳から30歳あたりと考えましたが、その後の霊視を重ねていくと、精神年齢が低いが落ち着きはあり賢い様子で、もう少し年をとっていて35歳あたりではないかと思いました。現在は40歳前後ではないかと思います。犯行時の服装は明るめの色で驚きました。犯人の上着の赤色と靴紐の色が気になり調べてみると、小学生女児の好きな色に赤と水色が上位に入っていました。このことから犯人は偶然犯行に及んだのではなく、計画的犯行であった可能性もあります。また時々釣りをしている感覚も入ってきますが、釣り人を装うために釣りをしているのかもしれません。続編ではキャンプ場を去ったその後の霊視考察で犯人像を追っていきたいと思います。以上で今回の霊視考察は終わりたいと思います。今回の霊視では幼い美咲ちゃんが一生懸命犯人の映像を伝えている感覚が入ってきました。事故じゃないと訴えているようです。今回の霊視では犯人が一瞬の隙をついて犯行に及んだ事件であり、誰にでもあるふとした瞬間を狙われてしまった最悪の霊視結果でした。美咲ちゃんの無念を晴らすためにも、再犯を防ぐためにも、この動画が犯人逮捕につながればと思います。ご視聴ありがとうございました。